はい、ということでした。どうも、04のゲームですね。4回目かな、録画でいくと。はい、続けていきます。今までの話で言うと、そうですね、基本的にお金を貯めるという作業とパーツを買うっていうのを続けてきました。何かストーリー的に変わったのは、まあ、今回で言うと、このなんかお姉さんですね、画面に出てる、この人が挑戦しに来たという感じですね。お金の貯め方はなんか労働をするとか、もしくはもう勝負師としてね、カジノで賭けるっていうよりは、知り合いのこのお姉さんにお金を、じゃあレールを渡して、それレースして、そこでもらえるお金が一番効率がいいので、それをやり続けるっていうですね、お金をたかるような感じでしたね。はい、そんな感じです。っていう感じらしいですね。一回ちょっとスキップ、まあ勝ちましたね。敵の車ないんだよ。 GTR とかいな、やっぱあるんだよな。3万だから、いつものなんだっけ、名前忘れた。あのお姉さんの方が金もらえるんだよな、9万だから。っていうお話でした。さあ、お帰り、帰りましょう。とか言ってたらね、来ましたね、お姉さんからね、また挑戦状が。まあ、どこでもヒットもいいと思うけどねっていうね。はい、スキップします。まあ、そんな財閥あるんだ。英語あったらアリストクラシーっていう英語があって、上流階級って意味がありますけど、まあ、どうでもいいか。文句ではないんだけども、もっといい車、R34 いい車じゃん。すごい。で、44万貯まっちゃったんで、僕の欲しかったエンジンパーツを買えますね。っていうので買おうと思います。ただね、0%なんですよね。何も進んでないのか。私こんなに貯めてるけど、やっぱガソリンスタンドに行かないとダメか。直行ってパーツ購入、エンジン、ハイコンプピストン、ピストンの圧力を上げられるね。炭素ピストン、待って、ピストンこれまあいっか。で、バルブでしょ、強いバルブにして、レールトランプして、クランク強化、オアップ、排気量上げるんだ。 2000cc から 1998cc から、あ、1994cc か、インプレッサは1200とかなのかね。ストロークは、ストローク上げる、ん、変えないか、全部コンロット、コンロットか、耐久性強化かもしれなくて、さあ、こんなもんで大体いいだろう。大体改造は大体終わったな、個人的には、ということでした。ちょっと一回スキップします。いい加減話が進まないので、ちょっとこのガソリンスタンド行ってみます。車フルチューン、個人的にはまあ結構チューニングしたんだけど、何も進まないんでね、話が。カジノとか行っても変わらないでしょ。変わらないな。ショップ行っても何も変わらないでしょ。ダメだね。ちょっと行ってみるか。またお姉さんなんだ。女の人多いな。だって29日間バイト行ってないですよ。もう解雇でしょ、こんなの。完全に。まあいいや。チーフに選ばれるとこじゃないよね、29日も行ってなかったら。あれ、女じゃないのか。まあ、女の子か。なんだろうな。あ、はぁ、こういう感じなんだ。働きたくはないので、あ、なんかやっぱ04チャンプみたいなとこあるな。さあ、話が進みませんけど、まあ、どうすれば話が進むんでしょうか。私には全くわからない。
きゃ無理だ。あ、なるほど。ちょっと一回スキップしますね。あ、しなくていいか。はい、夜まで待って、はい、真面目にゼロ4。よく覚えてるね、男の方もね。まあいいや、なんかその一緒に着替えるとかって話でしょ。はい、あ、スキップします。まあ勝ったんですけどね。あれなんだっけ、多分ゲーム的に出てくる車がなんか10台ぐらいでしょ。10台ぐらいで、ってことは敵も9人10人いるはずなんだよねと思うんだけど、違うのかな。で今会ってる人たちは何人だ、4人ぐらいだからでしょ。なんか1ヶ月半に引っ越すって言ってるからさ、まあ第45日目ぐらいに引っ越すわけでしょ。というふうに見てみるとですね、このペースは遅いですね。ショップレーダーこんな人いましたね。誰だろう。何か買おうかなにしてもフルチューンしちゃってるからね。敵いないんですけどね。欲しいパーツないんですけどね。っていう感じで、こういう感じでなんかこう、あれか、店をこうダラ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 こうしてたら、間違えた。ちょっとスキップします。ね、でメールが来ましたね。そしてね、ショップの人にアドレス聞いてメールしてみました。これいいのかな、ことして、ね、対面ショットのアイデスクでバトルの申し込みっていうね。これはなかなか主人公が有名なのか、このお姉さんがすごくやる気なのか。まあいいや、スキップします。ちょっとしましたね。18秒、軽トラじゃん。軽トラはいそうじゃない、アルトワークスじゃん。主人公がなんとこう女性関係がこう面倒くなりそうなような匂いがするんだけど、そうもならないんだろうな。はい、もうまたなんかするのか、ちょっと待って、ね、スキップします。はい、またブラブラしてたらまたなんか始まりましたよ。いつもカジノにいるお姉さんですね。ディーラーで語られている人が全員こういう効果っていうのは多分こうじゃないんでしょうかね。一応回ってみると、ゼロパーなきゃ、このこれは何なんだろう。何パーになればいいんだろうな。来ると思った。いやもう絶対このさ、言葉のこの語尾をさ、こうさ、カタカナにする人今いるのかな。まあいるか。まあいいや。あ、もう時間がない。ということで今回はこれはここまでですね。なんかこう作業感が出てきましたね。適当にこう街をぐるぐる回って女の人と会ったらバトルするっていうのを繰り返すっていうね。さあどうなんでしょうね、このゲームね。1ヶ月半後になんかなんだっけ、 ゲームじゃない、引っ越すとか言ってたのにさ、もう34日目でしょ、残り11日ですよ。なんかこう04でトップになる匂いがしないんですけど。まあいいや、また今度やります。続きはどうぞ。まあお楽しみにというかね。